どうも、おしまいす。おきです。映画やドラマやリアリティショーなど、いろんな話をしている YouTube チャンネルでございます。エンタメの話をですね、毎日更新しているんですけれども、タイムレスプロジェクトオーディションタイプロでございます。えー、今ですね、4次審査が始まりまして、えー、1チームやっただけのところで、えー、今本編のですね、最新話、エピソード8を、えー、待っているところなんですけれども、すでにエピソード7の感想をですね、えー、皆さんの、えー、コメント読みというのも含めて、すでに3本、えー、出している状況でございます。そして、えー、今回はですね、ビハインドザオーディションという YouTube、えーオリジ コンテンテえ、ね、の話をしたいと思います。え、タイムレスの裏練習というやつと、え、ビハインドザオーディション、ビハインドジオーディションですね。え、の二つの動画について喋ってしまいたいんですけれども、え、まずですね、前回の動画について、え、ちょっとだけ訂正がございます。これはですね、え、まあ、断定的な訂正ではないんですけれども、え、タイムレスオーディションに関してもですね、今後の、え、ま見通しに関してですね、追加人数に関して、え、菊池さんがですね、5人っていうのを話していると。 いうことで、3人に5人を足すみたいな、えー、解釈を私はしてしまったんですけれども、それがちょっと読み方がね、いろいろ分かれてはいるんですけれども、おそらく、えー、最終的にどれぐらいの人数をイメージしてますかに対しての回答なので、えー、既存メンバー込みで5人、つまり、えー、既存メンバー3人プラス新規2人の5人という、えー、ことなので、だとすると、まあ私が、えー、序盤に解釈していた解釈と同じなんじゃないかという、えー、コメントをいただきまして、多分そうっぽいですねと。で、オーディション発表後すぐに中丸くんのチャンネルで対談した際には、えー 全部で7人、つまり、現状3人プラス新規4人がギリ、つまり上限だという発言がありましたということで、そんなにですね、大幅に増やすということはなさそうだということですね。なので、追加でまあ2人ないし、3人ないし4人ぐらいというイメージの通りでございましたので、ちょっとですね、コメントを焦って間違えて読んでしまったという感じでございましたので、そこは申し訳ありませんでした。でもそんな風にですね、すぐにですね、皆さんの情報が入ってきて訂正していただけるのめちゃくちゃ助かるなと思っております。 えー、で、まずはですね、YouTube で、えー、出ておりました、えー、タイムレスが、えー、みんなにやらせているトレーニングの裏側をやっているんだという映像ございました。えー、これはですね、ぜひとも。 やっていただきたかったことでございます。えー、最初の方ですね、今回の最新エピソード公開されて、えー、みんなにですね、こう、スパルタの筋トレを、え、やっていると、させていると。で、その状況で、まあ、多くの人が思ったと思います。いや、3人もやればいいのにな、みたいな。3人も一緒にやったら、圧倒性を見せつけられるからやればいいのにな、と思ったと思うんですけれども、その直後にね、本編の方でも、やってるシーンはありましたね。で、それの、フルバージョンを今回、え、YouTube で見せてくれたということでした。え、で、まあ、腹筋とか、腕立てとか、アンセムの無限練習。 とととかででですすすねね、えー、候補生たたたちがややっってていいのと同じようなこをんけれども結構ですね、まあ大変そうにはしているんだけれども、まあまあ余裕っていう感じ、えー、立ってはいられる感じっていうので、えー、もう三人のですね、まあ圧倒的な、えー、底力というかですね、まあ基礎力っていう感じですかね、底力っていうよりかは、えー、が見える形になっていました。えー、圧倒的に違いますね。あんまりこう、なんだろう、汗はめちゃめちゃかいてるんだけど、そんなにこう、息とかは切り切ってはないというかね、 はぁはぁって肩で息したりとかはちょっとはしてるんだけど、でもそんな動いてないみたいな。で、はぁ、あ、みたいな、酸欠状態みたいになっちゃって倒れちゃうみたいなレベルには、3人とも誰もなってなかったので、はあーもう基礎体力が全然違うんだなと。 今いる18人の中に3人が入ったとしても、基礎体力でも上位3人なんじゃないかな、みたいなことを思ってしまいましたね。うん。えー、体力的にはね、そのもっと若い人たちの方が体力をり余ってる可能性とかもあると思うんだけれども、そのもうトレーニングに慣れていないというか、習慣に慣れていないというか、で、緊張で体力はですね、えー、全部マックスに出し切れないとか、まあそういうですね、まあ蓋をしちゃってるみたいなこともあると思うんですけれども、まあ、原くんとかはまあわかんないです。えー、スタートエンターテイメントの経験者の人たち、既に所属の3人。 6 6人人を含めたたら、えー、上位6人がこのののにななななっちゃゃうんじじいいかみ感圧倒っぷりで、したねでまあ、僕はこれ結構ね、えー、見てて思うところが色々ございまして、あの、そうちゃんがですね、まあ、普段はこの3人の中では優しいお兄さんのイメージだったので、まあ、僕はすごいこう、なんていうのかな、若干フェミニンな人っていうような、えー、イメージを今回のオーディションを見ている間は持っていたんですよね。で、そしたら、アンセも踊ってる間、 めちゃめちゃ男っぽくなってて、何なんでしょうね。これはフェロモンとかホルモンとかそういう話なのかわかんないんですけれども、すごくですね、男子っぽさというか。 え、男臭さがですね、滲み出ていまして、なんかね、若干ね、見方がめっちゃ変わりました。うん。で、まあ、踊りながらですね、こう、全員ですね、三人ともですね、なんか、シューってこう、痩せてってる。で、顔の骨格というか輪郭というかが、こう、直線的になって、筋肉が際立ってるみたいな感じになってて、まあ、パンプアップになってるのか、パンプアップの逆みたいなことが起こってるのか、え、まあ、とにかくですね、こう、血行が良くなって、アドレナリンが出ている結果、え、すごくですね、男らしくなっているというか、逃走本能がですね、 え、ちゃんとコントロールできている。えー、こういう風な踊り方をすれば自分の中のアドレナリンがこのぐらい出て、えー、自分の見た目がこのぐらいかっこよくなるみたいなことを、なんか分かってるっていうか、で、今回のビハインドカメラの前でそこを100%見せてるとかは到底思わないですけど、ステージの時の方が全然もっと、もっと輝くんだろうなというのは想像に固くないんですけれども、でも、この動きをしたらこのぐらいのドーパミン、アドレナリンが出て、このぐらいの魅力が出るみたいな、えー、計算は、こうなんとなくできてるっていうか、コントロールできてる。えー そういう余裕もあるのかなみたいな感じがしました。自分が今カメラにどのくらいかっこよく映ってるかっていうことを意識しながら踊ってるっていうのが、えー、まあ最近のね、えー、ところで見てみると、やっぱ原くんが抜きに出てるなっていう印象だったけど、この3人はそれをですね、さらにいとも簡単に当たり前にやってるのかなっていう感じがしましたね。なんかね、えー、いつもの感じじゃない。えー、で、ステージではもっと行くんだろうなっていう感じなんだけど、ステージで出る、えー、ドーパミン、アドレナリン、ホルモンのなんか、 6割ぐらい ?5 割ぐらいもっと少ないかな ?4 割ぐらいは出してるのかなという感じがしました、うん。で、汗でね、メイクがね、崩れないばかりか、なんか汗によって肌がね、こう光を弾いて輝きを増してるみたいな感じになってて、いや、そのノウハウをちょっと分けてほしいなっていう、メイクが崩れないとかそういうレベルじゃなくて、汗もメイクになってるみたいな感じの輝き方をしていまして、この汗の流し方、この汗の量はこの人たちにとっては日常茶飯事で、もう不快な汗とか、 そういうことじゃないんだな、みたいなね、えー。そういうレベルの、えー、違いを非常に感じましたね。はい。そして、えー、皆さんがですね、最高だったというふうに、えー、言っているビハインド、大好評ですね。えー、ここまでもビハインドの映像、僕面白い面白いと言ってましたけれども、今回が、えー、特に大好評だという印象を私はすでに持っております。えー、本編映像とビハインドの映像,映像がですね、えー、編集してる人がちょっと違うんじゃないかというぐらいですね、えー、編集のこうリズムというかテンポというかがなんかちょっと違いますよね。で、まあ、本編は、やっぱりこう、 メインどころ本編のクライマックスっていうのはパフォーマンスを本番で示すところなので、そこがカットされているから、結局このビハインド映像というのはですね、本編のエピソード7の、まあ、予告なわけですよ。のティザーなわけですよ。YouTube で無料でですね、何十万人何百万人の人が見た結果、で結局このトレーニングを経て、結局本人たちは本番どんなパフォーマンスをしたんだろうっていうことを気にさせて本編に流し込むっていうまあコンテンツなので、 我々は本編を見た後にビハインドを見てるから、えー、サブコンテンツだなって思ってますけれども、多くの人たちにとっては、まあ、ティザーコンテンツなわけですよね。えー、多分、母数で言うと、こっちをティザーとして見て、あなんか無料だ、気になるな、ネットフリックス飛ぼうっていう人の方が、まあ、絶対数としては、母数としては多分多いんだろうなと思うんですよね。なので、えー、本番を見,見たくなる仕掛けに、えー、してるっていうのでもありつつ、本編を見た後にこっちに来る動線の人たちもいるだろうから、えー、どっちでもいいように作ってる映像っていうことだと思うんですよね。えーてか 考えると神業ですよね、えー、本編の構成を踏まえた上でそこには入入っていないな映像ををれつつ、えー、本編を見ていない人にも本編を見たくさせるっていう、えー、ティザーでもありながら、後日談っていうか裏側ビハインドでもあるっていう、えー、ことをですね、ダブルに機能してなきゃいけないので、僕はタイプロの一番面白いところは、えー、編集だと。一番すごいところは編集だというふうにですね、まあ、エンタメを見る、こう、ある種のこう、まあ、プロフェッショナルっていうと言い方はうるさいですけれども、えー、まあ、仕事をしている人間、エンタメを見ることを仕事をしている人間、 からすするととですね編集が一番うまいいっていうことは思っててこは思したけれども本編の編集の上手さとビハインドジオーディションの編集の上手さの種類が違いますね。えー、で情報整理力で長けてるのはどっちかっていうとビハインドジオーディションの方がよりレベルが高いことを、えー、やってるなという印象ですね。うん。っていうね、えー、外枠の話はもうキリがないので、えー、まあいいとしてですね、えー。今回ビハインドジオーディションで、まあ、えー、思った印象 なんでこんなに好評なのかなんでこんなにみんなビハインド良かったです、見てくださいって、えー、言ってるのかっていうと、えー、やっぱりですね、本編の今回の最新話の方っていうのは、やっぱりこう原くん無双というかですね、えー、原くんのことが推しじゃない人、原くんのことが特にタイプではない人、えー、も含めて、どうしてもやっぱ原くんだけを見てしまうという、えー、ぐらいですね、原くん中心主義になっている映像だったと思うんですよ。で、それはまあ原くんの物語だっていう,、えー、もう、もうそういう構造になっちゃってましたよね。だから、えー、それ以上はもう,どう 編集を加えてもどうしてもやっぱ後から来たヒーローみたいな感じにも見えるし、ある種ヴィランのようにも見えるっていう、原くんの最強のポジションがあったから、そこを一回解体したことによって、原くん以外の人たちがどんな役割を担っていたのかとか、どんな努力をしていたのかっていうことが、割と本編よりも浮き彫りになった。結果、本編以上にですね、本編を見た時ももちろん、このパープルレインめちゃめちゃいいチームだなと思っていたんだけれども、本編を見た時よりもいいチームに見えるっていうね。 のはやっぱ原くん中心のストーリーラインじゃなくなってるからだと思うんですよねで本編はやっぱこう一本のストーリーとして見えるようにっていうことを重視している、まあ、本編だからさ起承転結があった方がいいわけですよね、えー、でもビハインドジオーディションは 結がない状態。えー、ケツがない状態で終わっていいものなので、えー、ティザーでもあるし、ビハインドでもあるので、えー、一本の丸々のこう物語の映像として成立する必要がないので、原くんっていう背骨を抜いた結果ですね、みんなが浮かび上がってる映像なんだなっていうのは、これはもう、えー、構造的に、えー、本編に強い背骨ば、背骨があればあるほど、ビハインドが、えー、よりいい映像になるっていうね、背骨を抜いた結果のですね、身が見えるからっていう、え、ことですね。えー、原くんが魚の話をしていたから、どうしてもこう、釣られて魚に例えてしまってますけれども、えー、まあそういう ですね、こうチームが、えー、よりです、ね、解像度が上がって見えるというところがありました、えーでまあ、一人一人のかっこいい、えー、ビハインドとかもです、ね、本編でカットされているものとかも結構ありましたよね、えー、北林くんがなんか髪をこうバてやっているところとかが、えー、すごいかっこいいなとかそういうかっこよく撮れている映像とかをです、ねえー、なんか本編にももっと入れてくれよみたいなことも思いつつです、ねえー、ビハインドに人気があるのもすごくよくわかるなという感じで部屋売り,りが多分今回明らかになったんだと思うんですよね、えー、鈴木亮と北林くんと井上くんが同じ部屋です えで西山君と本田君が同じ部屋ですね。 で、そこに原くんが入ったという形でしたね。はい。なので、原くんが来るって分かっている空白のベッドにですね、何かこう、オーラを感じるみたいな、圧を感じるみたいな <laughs> ところもありましたけれども。うん。で、寝て、寝てって言って、もう、もう入ってるから大丈夫。睡眠を信じようって言って、寝るっていうね、一夜目がありましたけれども、そういうさりげない、もう本人たちはもう覚えてもないであろう、一言一言がですね、青春映画のように染みてくるというところがめちゃくちゃ良かったですね。はい。で、まあチームが、それぞれですね、まあ こう、役割分担というか。 えー、まあ、例えば、その、えー、合宿から12日後の本番5日前に、こう、最終号、え、したところで、えー、西山くんが、やっぱこう、ダンスインストラクターだから、こう、フォーメーションに対する理解とかもみんなより結構あるっていうことで、えー、紙にですね、こう、資料にしたものを配っているみたいなところとか、えー、は今回、えー、よりですね、詳しく分かったかなと思いますね。えー、で、本田くんは、なんか、歌割りっていうか、歌のなんか、アクセントとかそういう発音とかに関しての、こう、なんか、えー、メモ書きみたいなものをですね、持ってきてくれていましたけれども、そういうですね、えー、原くんにみんなが 引っっ張られれれてててばかかりななじゃなくてそれぞれがえー専門性を生かしてで、すすねえ助けててていいいいたたたんだっっっうこととが具体的にななごい良かったなと思いましたであと、西山くんが自分がちょっとやってみようかな、みたいな感じで、立候補してリーダーになったんだっていう、こう、リーダー決めのプロセス。三次審査では結構それぞれのチーム描かれていたと思うんだけど、四次でちょっと端折られちゃった部分っていうのも、ちゃんと出ていて良かったですね。えー、みたいな感じで、それぞれの良さっていうのが結構出てる一方で、でもやっぱり原くんが引っ張ってるんだよね、みたいな映像も、 本編では落ちてる部分も端々に残っていまして、えー、割と他の人たちが原くんに敬語を使ってて、あ、そうなんすかみたいな、ありがとうございますみたいな。で、アイシングみたいな。いや、筋肉だから。 いや、全部そうだから、とか言って、その、ま、常識として入ってるみたいな、もう、3年生の先輩みたいな感じですよね。みんなが1年とか2年で、3年生の先輩みたいな感じで、いや、そういうもんだから、みたいな感じで、ありがとうございます、みたいな、コミュニケーションを取ってるところとかも、結構部活っぽくてですね、青春っぽくて、すごい良かったですね。で、鈴木亮がめっちゃ忙しいっていうことが分かりましたね。ま、原くんも、原くんがその、演劇とか、ま、そう、なんかそういう系のお仕事ですよね。多分、出る系の、お仕事だと思うんですよね。 えー、で、鈴木亮は何のお仕事なんだっけ鈴木亮は今、えー、働いているお仕事だと思うので、多分、出役のお仕事じゃないと思うんですけれども、えー、まあ、すごく、えー、長く、 練習した後に、11時から6時までって言ってたかな練習した後にちょっと寝てから仕事に行くみたいな、えー、ことを言ってましたけれども、そういうね、過密スケジュールの中、えー、動いているということをね、えー、教えてくれてました。はい。えー、で、まあ、あとはね、で、そのいない間ですね、えー、原くんと鈴木亮にそうだ、動画を送ったんだ。で、 そのシーンとかもすごい良かったですね。で、あそこは、えー、割とこう、原くんが来たおかげで、こう、みんなが、えー、空気が砕けたのかな、みたいな感じも、えー、しましたけれども、なんか、チャボスとか、ビッグチャボス、ナイスチャボスとか言ってて、なんかあれは、どうやらその原くんが、 え、作ってるギャグというか、お決まりの挨拶みたいな感じなんですかっていう、え、のを、原くんがいない場所でも使ってるっていう、そのチームの中でも共通言語になってるというか、流行ってるっていう言葉になってるのとかは、コミュニケーション早みたいな、え、男子として結構異例に早いコミュニケーションですよね、これはね。え、っていうところとかね、非常に良かったんじゃないかなと思います。え、なので、こう、一人一人がですね、原くんに引っ張られてみんながついてってるっていうよりかは、一人一人もそれぞれの葛藤と役割があって、 え、チームが、え、結局いいチームになったんだっていうことの、ただ単に原くんが引っ張ったおかげでチーム、いいチームになったっていう風に、本編映像では、え、ともすれば見えそうだったんだけれども、いやいやそうじゃないよと。全員いいとこあったよっていう、え、ことをビハインドで言ってくれてるなっていう、え、のがやっぱトータルの印象ですね。うん。で、ま、あと面白かったのが、猪股くんですね。猪股くんもめっちゃ人気だけど、僕、最初にこのビハインド見始めた時に、猪股くん、猪股くんちょっと注目して、あ、かわいいなみたいな。 ま、顔が可愛いのは知ってるんですけど、なんか踊ってる時の顔、なんかめっちゃ仕上がってるな、みたいな。うん、表情管理できてるな、とまでは思わなかったけど、その、そこまで言語化しなかったけど、あれめっちゃ顔仕上がってんな、みたいな。なんか気抜けちゃってたり、目泳いじゃったりとかしてないっていうか、あれ強みたいな。ただ単に顔が整ってるとかイケメンとかっていうことじゃなくて、あれなんか顔いい感じに、 なんかコントロールできてるな、みたいな、えことを思ったんですよ。で、そしたら、猪俣くんが、なんかちょっとこっそり、のすけさんのところに、え、聞きに行ってて、ダンスの先生ののすけさんのところに聞きに行ってて、なんかインパクトもっと作りたいんですよね、みたいな相談をした結果、いや、インパクトはあるよ、とか表情管理はできてるよ、とか言われて、その、ただ褒められただけっていう、その <laughs>、アドバイスを求めて相談しに行ったのに、ただ褒められただけで、ちょっと嬉しくなって帰ってくるっていう、その、猪俣くんを可愛く見せようとするカットが、今回多かったですね。えー、ビハインドに、 うん、ちょっとね、編集にですね、猪股推しを感じましたね、若干ね。うん。それぞれのみんなは役割とかが描かれてるんだけれども、猪股くんだけがね、可愛げが描かれてるんですよね。なので、ちょっとその猪股推しが、うん、編集にいるんじゃないかなというね、印象がありましたね。うん。でね、別にそのさ、成長者のさ、えー、オーディション番組のビハインドだったらさ、いやー、もっとこうした方がいいんじゃないとか言われてるところを使った方がいいのにさ、その、褒められて何も得ずに帰ってきて嬉しい。 を使うってさ、相当、猪股くん推しですよね。<laughs> 猪股くんを可愛く見せようと、えー、してくれちゃってますよねっていう。ので、まあでもキャラが立っててすごいいいなと思いますね。で、あと、原くんと猪股くんの会話とかも、なんかすごい距離が、えー、近くなってて、その先輩と、まあ、後輩っていう感じ、えー、なのがすごい良くて。で、原くんが、 え、みんな肉魚みたいな。肉派魚派みたいな会話をしてたのかな。え、ちょっと言葉ははっきりは聞こえなかったですけれども、え、弁当のえ食事の中身をですね、え、把握するときに、え、ま、多分、会話のニュアンス的に、みんなはまだ若いから肉がいいだろうけど、俺は魚派なんだみたいな話をしてたっぽいのかなと僕は聞こえたんですけど、え、魚の良質な油を体に取り入れてみたいなことを言ってたんですよね <laughs>。ま、結構健康意識高いっていうか、うーん、ま、あその、 見た目のワイルドな感じとかに反して、まあすごいまともなこと言ってるっていうか、ヘルシーなこと言ってて、で、猪俣くんが、ああって言って、食べ始めて、いや、ああじゃねえよみたいな感じで突っ込まれてて、いや、ここもね、猪俣くんはね、その、可愛いということしか表現されてないんですよ。なんかね、そういうところに、結構バラつきというか、偏りがあって、まあ、あと北林くんも、その、可愛いところとかは描かれてるなっていう印象がありましたけど、 他の人たちは頑張ってるとか役割を果たしてるっていう描写。で、原くんは逆に本編では割とこう引っ張ってく側に見えたけど、 もっとみんなに懐かれてるんだよっていう優しさみたいなのが出てた気がするんだけれども、猪股くんだけずっと可愛いということが描かれている、えー、気がしました。うん。えー、こういうのもね、割とこう人気に影響してくるんだろうなとかもね、えー、じんわり思いますけれども、えー、やっぱりね、それぞれが一番こうフォーマルな舞台衣装を着て出ていくというところでこうピリッと空気が変わるのもめちゃめちゃ良かったですよね。えー、で、本編のパフォーマンスの映像はネットフリックスの方じゃないとフルでは見られないということなので、これはやっぱりこう、 宣伝としてですねめちゃめちゃ機能しているんじゃないかなと思いましたいい映像ですよね全体的に、えー、ビハインドがなんで面白いのかっていうことを考えるとね、えー、こういう内容になるのかなと思いましたねうん、えー。で、その寝る時にさが多分1日目かな1日目の西山本田部屋かな えー、で、その、寝ようみたいな、睡眠を信じようっていうですね、えー、地味にいいセリフが出てきたところが、なんか4、4時ぐらいだった気がするんですよ。時計が4時ぐらいだった気がするんですよね。えー、何時に起きるんだろうっていうのが結構心配に、えー、なりますけれどもね。えー、っていうですね、まあ、過酷なスケジュール、えー。鈴木亮も働きながらだから、多分あんまり寝てないんですよね。えー、っていうところが、えー、めちゃめちゃ心配ですけれども、えー、この過密スケジュールの中、やって。 で、合宿から後にですね、それぞれのスケジュールを合間を縫うようにしてですね、スマホを使ったりとかして、現代使えるものを全部使って一丸となって練習しましたということで、もうこの人たちでデビューしましょうってやっぱ思っちゃいます。うん。この事務所に対しての僕はそんなに詳しい知識はないタイプロ新規ですから、もうこれがいいチームなんだから、もうこれでデビューしましょうって思っちゃいますね。で、その結果まあそれは無理なんだというのは分かっているんですけれども、 だとしてもね、例えばじゃあ、まあ、誰かが合格して、で、まあ、一人が合格して、最終的にね、残りの5人は、まあ、最終的にはタイムレスに入れませんでしたみたいになっても、まあ、この6人は、マジ一生の友達だよね。えー、まあ、1年に1回ぐらいはさ、みんなで集まるよね、普通に。っていうことも感じましたね。えー、大人になってからそういう仲間に出会えるっていうことは、まあ、まずないので、えー、本当に幸せだなと思いますね。うん。 えー、っていうね、えー、とにかくこう、えー、最終的にこれは、えー、このパフォーマンスはこの6人でやるのは最後だからさ、みたいなね、えー、話も本編の方でありましたけど、まあそれさえ、それさえ排除できれば本当に幸せなハッピーな映像で、えー、全員が成長してて、全員がやっぱやさぐれたりとか、その、後ろ向きな悩み方とか、下向いちゃったりとか後ろ向いちゃったりとかっていう悩み方をしてない、全員が前もしくは上に向いてるっていうのが、えー、このチーム全体のパフォーマンスの、まあ、圧倒性っていうのにちょっとつながってた、えー、気もするんですよね。 で、このチームの後に、ま、あと2チーム見るわけですけれども、ちょっとね、ハードル的にね、 予告が不穏だったっていうところも含めてね、若干不安になってしまうというぐらい、えー、かなり完璧なチームだったと思いますので、えー、見方が分かりやすいという意味で最初にオンエアされたのかなという、えー、気もしておりますけれども、今後もいろいろちょっと心配な部分もありますけれども、えー、とりあえずはですね、ハッピーな気持ちにさせてくれて、えー、パープルレインありがとうというところでございます。えー、皆さんの感想もコメント欄でぜひ教えてください。えー、第1話から順番にですね、えーま、過去の感想も喋っているの再生リストに概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、よかったら見てみてください。 以上、大島康卓でした。えー、なんか間違ってる情報とか、えー、追加情報とか補足情報とかあったらコメント欄で、えー、教えていただければ、コメント紹介動画の方で取り上げますのでよろしくお願いします。えー、合ってる、このコメントはいいぞとか、このコメントは正しい情報ですみたいなものには、えー、私が精査しやすくなりますのでグッドボタンいっぱい押してください。えー、逆にちょっと違うんじゃないかなみたいなコメントには、えー、リプライで補足を優しい言葉でつけてあげてください。以上、大島康きでした。ありがとうございました。